皆さんこんにちは、渡辺心です。この度ナイトメアホスピタル2024上泉純也役として出演いたします。僕は神父の役なので聖書と十字架を持って悪魔をぶっ倒します。それでは皆様、劇場でお待ちしておりますので、ぜひお越しください。